大阪府堺市三原区から、ネットで見つけた情緒と風情を残す歴史ある町へ。長い時間になりますが、お付き合いよろしくお願いします。南阪奈道路三原インターチェンジからスタート。訪れるスポットは多く、まずは道の駅桂木。地元の新鮮な産品が揃い、フードコートもあり、一息つける休憩スポットです。続いて、長年親しまれてきましたが廃止になる橿原市総合プール。その後にはこの秋西日本最大のショッピングモールとなるイオンモール橿原と最寄り駅の JR 金橋駅、そこからファミマでチルタイム、そしてツーリングの最終目的地の江戸時代からの風情を今も残す今井町へ。
橿原市の春日神社は南北を環壕に囲まれ、今井町の西南に鎮座する神社で、雨の小屋根の御事を祀る旧指定尊社です。創始年代は明らかでないですが、江戸時代以前には創建されていたものと推測されています。境内には奉納絵馬が多く飾られ、参拝者に神社の歴史と信仰の深さを伝えています。最寄り駅の近鉄橿原線八木西口駅からは、橿原市の中部飛鳥川の流れにかかった祖父橋を渡ると、現在も江戸時代そのままの情緒と風情を感じさせる風景が広がり、訪れる人々は歴史の重みを感じながら、まるでタイムスリップしたかのような散策を楽しむことができるでしょう。江戸時代の風情を今も色濃く残す町で、日本の重要伝統的建造物群保存地区に指定されています。今井町の造りには、かつてこの地が商業の中心地として栄え、独立した自治都市を築いた歴史が色濃く現れています。町を囲むように設けられた環壕跡や屈折した通り、牛馬をつなぐための小松なぎなど、今も残るこれらの特徴的な構造物がその証です。町の広さは東西約600メートル、南北約310メートル、面積にして 17.4 ヘクタール、甲子園球場約 4.5 個分の地区内に、全建物個数約760個のうち約500件の伝統的建造物が立ち並びます。今井町には江戸時代の古民家を改装したカフェやレストランが点在しています。木造の梁や土壁をそのまま残したインテリアは伝統的な趣を感じさせ、過去と現在が交差する特別な体験を提供してくれます。観光客はもちろん、地元の人々にも愛される今井町ならではの魅力です。歴史的な雰囲気を楽しみながら、落ち着いた空間で食事や飲み物を味わえる場所として多くの人々に親しまれています。そんな歴史ある今井町にぜひ一度訪れてみてはいかがでしょうか。古き良き時代の風情と現代の魅力が融合する街で、特別なひとときを過ごせることでしょう。
最後までご覧いただき、ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。